皆様こんにちは。ようこそおいでくださいました。1ステージ目はシューベルトの合唱曲をお送りします。今歌いましたのはディナフト夜という歌です。この後ピアノ、伴奏に滝さんをお願いしていまして、2曲目ディナフティが、ナイチンゲールという鳥の名前なんですけど、がこう夜の森の中で最初こそこそとでだんだんこう泣き出してくる、そういう歌、情景描写の歌でございます。お聴きください。Thank you.
ありがとうございます、3曲目はこれは合唱曲ではないんですけれども、皆さんよくご存知だと思います。冬の旅という歌曲集があります。それの5曲目菩提樹、これは昔第9回プログラムにも書きましたけれども、の現役の演奏会の時に、その時のどなたかが編曲をされた、曲です。でその時に歌った方も何人かいらっしゃいますけど、でその後それが3曲目です。で最後に、ドゥルフシェンという小さな村、これはもうすごく綺麗な村で生まれた人なんでしょうね。でその方がその自分の生まれた村の自慢をする、でなんて村に生まれたよみたいな、そういう幸せな、続けて演奏しますので、どうぞ。Thank you.